声声とは、人を含む動物の発生期間から発せられる音のことである。本校では、人の声について扱う。蝶類以外の、人を含む、脊椎動物は、通常、生体を振動させることによって声を発する。ただし、生体振動を伴わない規則的な音なども、声に含む場合がある。また、火生体等、 新生体以外の弾の振動によっても似た音声が得られる。人の場合は特に言語を伝えるために調整された音声を指して声という場合もあり、より高校などの共鳴、超音に重みがあると言える。したがって声は口で発せられるという捉え方もあながち間違いではない。発声は軌道を正門閉鎖で遮り、そこに 呼気圧を加えて、息を流し込むことで声紋が繰り返し開閉し、断続的な圧力変動が生まれ、さらに声道による、共鳴の効果で、連続的な波形に整えられると同時に、口腔や鼻空、舌、歯、唇などの超音機構によって母音及び心が、付加される。末生体は声唇とも呼ばれ、人の口心やまぶたに似た構造の器官である。 更振を呼気で振動させると、生体振動を模した運動となり、高等弦音に似た音が生じる。これは、金管楽器の発音体に利用されている。また、口述する声の大きさや質は、呼吸に関連する肺やその下にある、横隔膜、腹の動きにも左右される。声には一般に肯定があるとされるが、厳密には、音向の肯定とフォルマントの肯定の2種類がある。 過小の際を除けば、両者の区別をつけずに、声が高いと言っている場合が多い。フォルマントの高さは主に精道の長さで決まるので、発生時の高頭の位置に影響される。また一般に身長が高く、顎や首の長い人ほど低いフォルマントで発生できる。音高は、声帯の形状、サイズ、進展状態、正門閉鎖の強さ、呼気流の圧及び速さ。 振動様式などによって変わる。一般に知れ渡っている生体の長短で決まるというような単純なものではない。また、木管楽器等のように共鳴のフィードバックにピッチが支配されることは基本的にない。これは、声道の共鳴の効果に対して生体のスケールが大きいためである。一般に男性の声は低く、女性の声は高い。 また子供の声は男女とも高いとされ、成長に従って音向、フォルマンと共に低下する。また男性のほとんどは第二次成長で急に低い声に変わる。女性の場合も軽度であるが低くなる。総年期を過ぎると女性は低くなることがあり、男性はやや高くなることがある。子供や若い女性の場合、生体進展が強い発生が多いため、 生体の長短と温厚の相関が成人男性より強いようである。背の高い女性声優は少年性、青年性で背の低い女性声優は感高い子供声で活躍する例が多く見られる。また、それとは対照的に一般的に高いとされる性質の男性が少年や青年の声を演じることもある。稀ではあるが、 女性に近い声を発することができる男性声優が女性役の声を演じることもある男性の場合は声種の兼ね合いから背の低い人がバリトンに多く高身長がテノールに多いといった逆転現象もよく見られる声には上記のような工程以外の質や種類量の違いがある個人ごとに異なるほか同じ人でも 年齢や体調によって変化し、また場合によって使い分けられる。性質や声種を表す言葉は、ハスキーボイス、ウィスパーボイス、ファルセットのほか、微声、ダミ声など様々ある。声は少人数での日常会話だけでなく、多くの人に向けたスピーチやプレゼンテーション、演説、ナレーション、アナウンス、歌唱、演技などにおいても重要である。このため発声を訓練する。 ボイストレーニングが行われるほか、アニメ作品などにおいて、声で演技する声優という職業がある。あらかじめ録音しておいた人の声などをもとに、声を人工的に再現する技術やソフトウェアがある。娯楽などに使われる、ボーカロイドのほか、障害、傷病で発生できない人が、意思伝達をできるようにするためにも利用されている。人の発生機構は、 感覚器に例えられることがあり、感覚器に近いと思っている人は多い。感覚器と人声の共通点は、発音体を作動させるのが呼気流であることと、共鳴器を変形させる点である。ただし感覚器の共鳴器変形は、音高調節のものであるのに対し、人声の場合は、音波変形のための機構で、両者はかなり異質なものである。また、 音高調整のために発音体を変形させる点は、弦楽器に類似し、臨場向上筋などを弦楽器のペグに例える人も多い。人声の共鳴器のように多種の音波を生む機構は、他の楽器には見られないものである。強いてあげるならば、パイプオルガンのストップやシンセサイザーが多様な音色を扱うという点では似ている。 またダイレクトに波形を変形させる点からすると、エレクトリックギターのエフェクターがある一の装置である。トーキングモジュレーターは、人の共鳴器をギターなどのエフェクターに利用するもので、ある。発生の仕組みから、基本振動音を作り出す声帯と、その振動音を声に変化させる声道の大きさや、形は個人ごとに異なるため声も、個人特有なものとなる。声を、 スペクトログラムで分析すると各人の違いを見ることができ、声門を検出することができる。一般には身長の高い人は生帯も声道もより大きく低い声となる。声門を分析することで性別、顔形、身長、年齢等を特定することができ、個人認証や犯罪捜査に利用されている。音声鑑定犯罪の科学捜査においては、 スペクトログラムで、正門検出を行い音声鑑定に用いられている。音声鑑定の歴史1932年に、チャールズ・リンドバーグ氏の死息の誘拐殺人事件で、犯人の声に関する証人関門が、音声鑑定の始まりと言われている。当時は、スペクトログラムもなく証人の聴覚及び記憶による、もので、科学鑑定とは、かけ離れていた。 音声鑑定の進展は1930年代における軍事情報活動によるもので、米国では敵国の更新を傍受し音声学から通信誌の特徴を分析、識別することから始まった。1945年にはベル研究所が声門分析のためのスペクトログラムを開発した。その後は医療分野、科学操作分野への応用も始まった。 20世紀後半からは、音声の記録、分析のアナログからデジタル化とコンピューターの高速化と、相まって大きく進歩している。ありがとうございます。